ホセアントニオ・イグレシアス・アレマンは、キューバのハバナ出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称はカンデリータ。キューバでは、国内リーグセリエナシオナルデベースボールのバケエロスで、ラーバナに所属していた。2008年7月、第23回トリプル A 世界、野球選手権大会のジュニアナショナルチーム代表の一員として、 カナダのエドモントンに滞在中に、当主ののエル・アルゲレスと共に亡命した。その後、ドミニカ共和国で居住権を確立した。2009年9月30日に、MLB のボストン・レッドソックスと4年総額825万ドルの契約を結び、入団した。2010年は、シーズン途中で参加のマイナーリーグ AA 級、ポートランド・シードックスに昇格し、トータルでの打率は、 295を記録。オフには、ベースボールアメリカ史の有望株ランキングにおいて、ケイシー・ケリーに次いで、チーム2位、マイナーリーグ全体では52位の評価を受けた。2011年5月8日に故障者リスト入りした、マルコス・クータロの代役としてメジャーに初昇格し、ダイソーや守備固めを中心に10試合に出場した。2012年は8月25日にマイク・アビレスの バックアップ要因として昇格し、以後は多くの試合に先発出場した。2013年は開幕から6試合に出場して打率450を残したがシーズンオフにオークランドアスレチックスから移籍してきたスティーブン・ドリューが故障者リストから復帰したためにトリプル A 級ポータケットレッドソックスに降格した。5月24日に 肖像類種のウィル・ミドルブルックスの腰痛による15日間の故障者リスト入りに伴い再昇格を果たした。再昇格後は主に肖像類種として起用され、6月は月間打率395を記録して月間新人賞を受賞するほどの打撃好調ぶりを発揮。出番が少なくなったミドルブルックスは6月25日にトリプル A 級ポータケットに降格した。 七月に入ると調子を落としたが、前半戦を打率、六十七で折り返した。二千十三年七月三十日に、デトロイトタイガースのブライアンビアレアル、アビサイル・ガルシアや、シカゴ・ホワイトソックスのジェイク・ピー・ビーラとの三角トレードが成立し、タイガースへ移籍した。八月五日に、タイガースの声優劇種、ジョニー・ペラルタが、バイオジェネシス・スキャンダルに関連して五十試合の、 出場停止処分を受けることが決まり、イグレシアスが離脱期間中の穴埋めを担当した。2014年1月8日にタイガースと1年契約で合意した。3月30日にすねの疲労骨折で60日間の故障者リスト入りした。この故障の影響で2014年はメジャーで試合に出場しなかった。デトロイトタイガース時代2015年はメジャーに復帰し、 タイガースで遊撃のレギュラーとして起用された。この年は初めてオールスターに選出された。校長を維持し、120試合で打率、300をマークした。走塁面では、自身初の2桁投塁となる11投塁を決めたが、成功率は58%と低かった。遊撃の守備は、119試合で守りについて11、失策、守備率、 977DRS-3 という成績を残した。2016年はキャリアハイの137試合に出場し、初めて規定打席に到達。前年ほどの打力は発揮できなかったが、打率255、4本類打、32打点、7盗塁という成績を残した。持ち前の遊撃守備は136試合で守って後、失策。 守備率99、991DRS3 という高成績に加え、アメリカンリーグ4位となる92の兵殺に絡む活躍を見せた。2017年8月25日に、前日のニューヨークヤンキース戦での乱闘の件で罰金処分が課せられた。2018年10月29日に FA となった。二千十九年二月十三日にシンシナティレッツと、 マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約、オフの10月31日に FA となった。2020年1月7日にボルチモアオリオールズと300万ドルの単年契約を結んだ。2020年12月2日にジーン・ピンとギャレット・スタリングスとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 2021年4月1日のシカゴホワイトソックスとのシーズン開幕戦に先発出場し、エンゼル水石後初出場した。往年の名優劇種であるオジー・スミスや、柔らかいグラブさばきで身のこなしが軽く、体勢を崩しても素早く的確なスローイングができる。一方で、打撃面では、長打力にかけ、多くのキューバ出身選手と同様に速いカウントから、 積極的に打っていく傾向があるため、支給は少なめである。トリプル A 級ポータケットでは、2シーズン通算189試合出場で打率25、251.2本塁打、オプス、589と定調に終わり、成績向上が今後の課題となっている。ありがとうございます。